シーズンオフに入り、国内外の移籍や契約更新など何かと忙しい日本プロ野球界。さて、今回は一足早く2023年を占います。注目したいのは岡田新監督となった新生阪神タイガース。毎年熱狂的なファンに優勝優勝と騒がれながらも、2005年以降リーグ優勝はありません。しかし来年は走攻守が揃った期待の新人外野手で、ドラフト1位の森下翔太が加入し、新外国人候補もメジャーリーグで実績がある選手などが入団合意間近と報じられています。来年こそはとの思いを込め、阪神タイガースの2023年シーズン開幕スタメンオーダーを予想してみました。開幕スタメンオーダー予想。1番センター近本浩二、背番号5。2022年成績132試合、打率2割9分3厘3本塁打34打点30盗塁。2022シーズンは球団最長タイとなる30試合連続安打を記録。盗塁でも2年ぶり3度目の盗塁王にも輝きました。また2年連続のベストナイン&ゴールデングラブ賞も受賞し、すっかりリードオフマンに定着。2022シーズンも最低限その役割を果たした成績だったと思います。しかし昨シーズンの成績と比較すれば少し物足りなかったと感じます。しっかりと下半身主導のバッティングスタイルも確立できているので、弱点という弱点は見当たらず、走守はピカイチ。それだけに来シーズンの攻は最低でも打率3割の10本塁打は目指してほしいです。契約更改では1億5000万円から2000万円アップの1億7000万円で契約を更改しました。その席で1年目の時から1日1本は打ちたいと思っていて、今年は30試合続けてできたのが自分の中では収穫だったが、自分の良さである固め打ちにつながらなかった、調子としては上がってこなかったと言っていました。2年ぶり3度目の盗塁王を奪い返し、ベストナインとゴールデングラブ賞は2年連続、中でも2021年の最多安打などプロ4年間ですでに630安打を積み上げた打撃は達人の域に達しています。状態がいいと気づかずに打ち終わっている時がある、考えていない、思考を行動が超える、僕は認知を超えると言っていて、そういったプレーをもっと増やしていきたい。勝手にホームランになるとか勝手にヒットになるとかの方が楽しい。近本は言うことも哲学的、打撃の極致に達しているようです。近本といえば2020年9月に行われた東京ドームでの対巨人3連戦が思い出されます。その時チームは東京ドームで8戦全敗と鬼門でした。そんな負の流れを先頭打者団とダメ押し団の1試合2発で流れを変えます。結果的に3戦で14安打11得点のうち4本塁打の大活躍で宿敵巨人に快勝。巨人3連戦で計4発を放ったのは1984年のバース以来という快挙となりました。あのバースと肩を並べた活躍は究極の打撃に達する片鱗を見せた3連戦でした。そして2021年の年間最多安打、チームの顔になった近本の活躍から目が離せません。2番ショート中野拓夢、背番号51。2022年成績135試合、打率2割7分6厘6本塁打25打点23盗塁。2022シーズンには急成長を遂げ、すでにショートのレギュラーポジションをものにしたと言っていいでしょう。2023年はセカンドにコンバートも予想されますが、今回はショートで予想しました。とにかく岡田監督からも意欲がある、やろうとしていると評価を受けるほど、バッティングでは内角に強く、広角に安打を打ち分ける高度な打撃技術も持っています。しかし失策がプロ2年で35と非常に多い点はマイナス部分、それを臆せず攻め続け、さらには跳ね返すだけの負けん気の強い性格の持ち主。この2年間でチームにとって欠かせない存在になっただけに、3年目の飛躍も大いに期待できる選手ですね。
2022年はベストナイン受賞で、年俸も3300万円増の7000万円になりました。佐藤輝明ばかりが注目された2020年のドラフト6位入団でしたが、チームの中心選手になりつつある中野、タイガースドリームをつかみつつありますね。3番サード佐藤輝明、背番号8。2022年成績143試合、打率2割6分4厘、20本塁打、84打点、11盗塁。2年目シーズンを終えた期待の若手大砲は、2021シーズンと比べて本塁打が4本減ったものの、打率、打点、安打数、そして長打率も4割6分6厘から4割7分と上昇。これは2塁打が10本、3塁打も0から8本に増えたからです。また弱みだった三振の数は173から137と減少し、フォアボールも25から51に増え、犠牲フライも2から7、そして盗塁も6から11に増えました。これは大きな成長といえます。契約更改では全試合出場と打点が評価され、4300万円増の年俸8500万円で更改。岡田監督からは来シーズンはサードの固定を明言されています。そのため守備力に加え、さらなる打撃フォームの改良ができれば、大きな飛躍につながる来シーズンになると思われます。4番ファースト大山雄介、背番号3。2022年成績124試合、打率2割6分7厘、23本塁打、87打点、盗塁なし。2022シーズンはリーグ2位タイとなった87打点をマーク。自身のキャリアハイにもなりましたが、もっとやらないといけないと思っていると本人は納得していません。おごることなく謙虚な姿勢は大山選手の強みといえます。逆にその姿勢から強気になれない部分に弱みが生じ、凡打を繰り返すシーンもあります。佐藤選手と同様に、岡田監督から来シーズンはファーストの固定起用を明言されているだけに、守備力の向上、そして不動の4番として鉄人の意思を受け継ぐ活躍を期待します。そんな大山選手が虎の不動の4番バッターとして格を上げた試合が、まだ記憶に新しい2022年6月3日に甲子園で行われたセパ交流戦での対日本ハム戦です。この日の大山選手は第1打席目の初球を捉え本塁打を放ち、続く2打席目も本塁打を放ちました。こうなれば熱狂的な阪神ファンが見たいのは3発目。第3打席はフォアボール。迎えた第4打席で3本目となる本塁打を放ちました。これには甲子園全体がもうお祭り騒ぎ。大山自身も自分でもびっくり、ダイヤモンドを一周するときにすごくふわふわした、打った時の歓声が幸せ、嬉しいですと喜びの声を爆発させました。ちなみに大山選手が1試合3本塁打を達成したのはこれが2度目。阪神の選手ではカークランド、田淵幸一、金本智明に続く史上4人目の快挙となりました。契約更改では3000万円増の1億3000万円で更改。なお大山の第3打席でのホームランは2022シーズン阪神タイガースの一番盛り上がった試合1位に選ばれています。5番ライト原口文人、背番号94。2022年成績33試合、打率3割2分4厘、2本塁打、10打点、盗塁なし。本来ならここに新外国人選手を予想しますが、まだ決定していないことと期待を込めて原口を指名しました。2022シーズンは本職の捕手を捨ててまで試合出場にこだわり、登録を内野手に変更して臨んだ1年となりました。さらにはプロの世界で生き残るため、ファーストだけではなく外野手にも挑戦。いざという時の勝負強さはチーム一番です。岡田監督からはファースト大山固定が明言されている中でも、ファーストも外野もしっかり練習して来たるべきチャンスへ向け挑戦したいと語っているだけに、
努力家の真髄がチームを救う時が必ず来ると信じたいです。契約更改は2500万円から600万円増の年俸3100万円で判を押しました。2019年には手術から復帰しタイムリー二塁打を放ち、オールスター戦にも選出、オールスター戦でホームランを放つなど花のある選手です。原口も1年を通じて出られれば本塁打15本打てる選手です。勝負強さもあります。新外国人よりも原口を積極的に使ってほしいです。6番セカンド糸原健人、背番号33。2022年成績132試合、打率2割4分7厘、3本塁打、36打点、2盗塁。2022オフシーズンに入ってすぐにトレードなどと噂されましたが、タイガースにはなくてはならない選手の一人だと思います。糸原選手といえば内野ならどこでも守れるユーティリティプレイヤーで、相手が嫌がることができるのも強みです。しかし弱みとして本人も自覚していますが、守備範囲が狭く併殺数が少ないことでしょうか。プロ野球選手としては決して恵まれた体型ではありませんが、相手が嫌がる打者としては十分に素質ある選手。今後も課題は多いですが、それをクリアすれば億プレイヤーも夢ではない、それほどの逸材です。契約更改では100万円増の年俸8000万円で判を押しました。7番レフト森下翔太、2022年ドラフト1位、契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円。中央大学から2022年のドラフト1位で入団しました。東海大相模校3年春の甲子園ではベスト4に進出、中央大では1年春のリーグ戦から試合に出場するなど実力派です。大学在籍4年間で9本塁打を放った長距離砲候補としても期待が寄せられています。岡田監督からの第一印象が、打つだけではなく守りも走力も含めて均衡が取れたいい体をしていると言わしめたほど、走攻守が揃った即戦力として外野の一翼を担うとの期待で今回のスタメン予想に入れました。ルーキーシーズンとなるため比較はできませんが、元巨人のエース江川卓氏はちょっとオープンに構えているけど体を開く癖があると指摘されながら、プロのピッチャーは外のスライダーのコントロールが良い、まずはその対応がプロに入って最初の壁になるのではと分析しています。また元広島のスラッガー山本浩二さんのような打ち方だと森下選手のフォームを評しながら、山本さんの場合腰は開いていたが全体の力は逃げず泳がなかった、そのあたりが課題となるのではとも語っています。まずは開幕一軍を目指し、しっかりとしたプランを立て来春からの活躍を見てみたい、そう思わせる選手です。森下は新入団選手発表会見で、しっかり結果を残して新人王を目指す、目標とする選手は大学の先輩でもある牧選手、自分の一番の強みは長打力だと思っているので、そこを大いに発揮したいと抱負を語りました。背番号は1、あの鳥谷がつけていた背番号です。令和の黄金ルーキーは伝統ある背番号をいただけたことを嬉しく思う、背番号1を球団から提示された時は本当に嬉しかったと笑顔を見せました。未来の長距離砲の成長がとても楽しみです。8番キャッチャー梅野龍太郎、背番号2。2022年成績100試合、打率2割2分8厘、4本塁打、25打点、2盗塁。正捕手は梅野を置いて他にいないのではないでしょうか。もちろん強みは梅ちゃんバズーカと称された強肩、これまで並み居る快速自慢を指してきました。ただ打つ方には少しムラがあるのも確かです。女房役として打撃よりも守備重視なのは分かりますが、それでも元大学全日本の4番ですから打撃も期待したいです。まずはゴールデングラブ賞を取った2018年から2020年頃の打撃力回復を一つの目標にしてほしいです。2023年の年俸は3年契約5000万円増の1億6000万円となりました。
9番ピッチャー青柳晃洋背番号17。2022年成績24登板13勝4敗セーブなし、防御率 2.05、 132奪三振4完投。背番号を17に変更した今や誰もが認める虎のエースです。契約更改では1億2000万円から倍増の2億4000万円を勝ち取りました。球団生え抜き投手で2億に到達したのは井川、藤川、岩崎に次いで4人目。最多勝、最高勝率、最優秀防御率 2.05 でタイトルを獲得。ベストナインを含みタイトルを4つ取った飛躍の年でした。横の揺さぶりが武器で凡打の山を築く変則右腕として、2年連続防御率2点台は大エースと称しても異論ないでしょう。逆に弱みといえば体力面でしょうか。2022シーズンも夏以降にコンディションを落としたのは明白ですし、今後の一つの課題になりそうです。良いことも悪いことも翌日に引きずらないポジティブさを持つ青柳投手、来季の目標を15勝と定めた以上、開幕白星は必須ですよ。阪神2023年開幕スタメンまとめ、いかがでしたでしょうか。プロ野球の世界もシーズンが終わればすぐに来シーズンの戦いが始まります。岡田新体制となり、近本、大山、佐藤はレギュラー固定が発表されていますが、どの選手にもまだまだチャンスはあります。身体能力が高いショート候補の小畑、守備に定評があり、もう少し打撃に迫力が出たらレギュラーが見える山本、パンチ力ある木浪もレギュラー候補です。岡田監督は1993年に阪神からオリックスに移籍する際、日本一の阪神ファンであり続けると言ったほどの阪神ファンですから、阪神のためになるような起用、采配をしてくれるに違いありません。この動画が面白いと思ってくださった方は、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。